おお、キュウイじゃん。キュウイ一族の。あ、キュウイじゃねえわ。に、あんちゃん、おいらだっけ？探してたお姉ちゃん見つかったっけ？あなた誰？誰って、おいらのこと忘れたきゅ。マジは悲しいきゅ。おいらはやっと仲間のみんなと会えたきよ。これも、あんちゃんのおかげきゅ。あ、そうだな。全員探したったもんな。お姉ちゃん見つかるといいきゅね。それじゃまたきゅ。いいやつだな。礼儀をわきまえてるわ。じゃあ、空に戻るか。はい。どうも。あのいいの、少年です。はい、ってことでね、ゼルダの伝説、スカイワードソード続きからやっていきたいと思います。まあ、前回の動画はね、ゼヒラム、ゼラヒムっていうね、魔族長のオサってやつと、争って、倒したんだけど、肝心のゼルダには逃げられてしまって、まあ、その代わり石板を手に入れたんだよね。で、その石板を手に入れたから、まあ、女神の像に、入れようっていう話だよね。ファイが呼んでる。装備中の盾の破損率拡大、残りの耐久力に注意してください。はい、わかりましたよ。女神像内部に入って、で、石板をとりあえず入れて新たなエリアに行けるようにしよう。よし、新しい冒険の始まりってわけだ。マスターリンク、ここより北東の空に2番目の大地へつながる雲の穴を確認。新しい大地は降り立つことができます。準備を整えた後、その地に向かうことを推奨します。いいね。でもちょっと今回はストーリーパートではなく、ちょっとサブクエストをやっていきたいなと思います。じゃあ、あの風の噂で聞いたんですけど、パンプキンバーというところがありましてですね、そこでバイトをすることができるらしいので、そこでバイトをしてお金を稼いで、なんか強い武器を手に入れよう。おっと、クーコちゃん、クーコちゃん、一体どこに行っちゃったの？はあ、クーコちゃん、どこに行ってしまったの？アリス、本当に連れ去られたのだとしたらどうしましょう。はっ、リンクさん。おうおうおう、どうした？ちょうどよかった、私のクーコちゃんを見かけなかった。クーコちゃん知らないなぁ。クーコって何でしたっけ？私の子供よ。小さい5歳の女の子。あららら。それ大変じゃない。お願い、リンクさんも探してくれない？さっきから見当たらないの。いろいろな人に聞いてみたんだけど、怖そうな顔した人と一緒にいたっていう人や、化け物に襲われたっていう人もいるくらいで、もう私どうしたらいいのか。情報社会ではな、あのガセネット流すやつ多いからな。きっとお人さらいよ、クーコちゃん。とってもチャーミングだから誰かに連れて行かれたんだわ。どうかクーコちゃんを助け出して、きっとどこかで泣いてるんだわ。お願いします、リンクさん。無理ってことはないだろう。任せてくれ。ありがとう。それでこそ騎士学校の生徒さん、よろしくお願いします。まあ、頼られたからには探すしかないな。なんかヒントとかねえのかな。ああ、クーコちゃんを私の娘は早く見つけてください。あの子にもしものことがあったら私どうすれば。ノーヒントか。おい、モヒカのガキちゃん、なんか知らんか。どうやってアテリンのお水飲み一人闇を買うことができるかな。そんなんどうでもいいんだよ。クーコどこ行った？クーコ？そういえば昨日お墓の方で遊んでるの見たけどな。お墓？俺は母ちゃんに呼ばれて、だからそのまま帰っちゃったけど。なんかあったのか？お墓ってどこだ？あ、ここだ、墓。ここら辺でクーコ見たって言ってたな。待てよ。これ墓場動かせんな。これ動かしてなんかするかもしかして。全部動かしたけど、入り口っぽい入り口はなかったな。これはもうちょっと話聞くことがありそうか。この子、ヤンバルクイナでしょ。おお、ヤンバルクイナで覚えてたわ。聞いた？何やら墓場で遊んでた子が行方不明なんですって。こんな小さい町なのに物騒な話ね。そうだね、全くだよ。化け物にさらわれた可能性もあるですって。そんな化け物なんて大げさよ。
あ、お、なんか思い当たる人ある？そういえば、この近くに住むおじいさんがスカイロフトに住む化け物の話をよくしてたわ。いつも酔ってて誰も本気にしてなかったけど。そのおじいさんの居場所？いつものようにここから東にあるパンプキンバーいるんじゃないかしら。もちろん鳥で飛んでいかなければいけないわよ。そう、俺もパンプキンバーでバイトしようと思ってたんだよね。ちょうどいいや。ちょっとパンプキンバーで行ってこようか。やっちまったキンバー。はい。おい。ここか。ここに、ホラ吹きおじさんが、ホラ吹きおじさんって言っちゃったけど。いるんだよね、おじさんが。おじさんから話を聞いて。おーおお、普通に店としてやってんじゃん。あんたか、おじさんって。おい！プープキン、いらっしゃい。ここは鳥乗りたちの憩いの場所、パンプキンバーだ。オラッチの特製かぼちゃスープが飲めるのはここだけだぜ。どうだ、一丁かぼちゃスープ飲んで元気つけてくか。いらないです、今いらないです。そうかそうか。まあ、ここはスープだけでなくいろんな人と交流を楽しむ場でもある。ゆっくりしていきな。ただし物壊したり暴れたりするなよ。特に上のシャンデリアはオラッチがオーダーメイドで買った特製シャンデリアだ。揺らしたりすんじゃねえぞ。そう言われると揺らしたくなるのが男の差が。ああ、待って、かけらるかけらあるかけらあるってことは取れってことだからね。え、でもこれどうやって取るんだ。2階に降りなきゃダメか。あれ、俺こいつ見たことあんな。お前こんなとこで何やってんだ。あれだよな、バドのあれだよな、取り巻きのやつ。やりくじゃねえか、こんなところで会うなんて珍しいね。僕がここで何をしてるかって。何してんの。前に言ったかもしれないけど、僕は虫が大好きなんだ。初耳だわ。だから虫を集めている。ここにも虫がいそうだからね。君も虫取り網を持っているなら虫を取ってごらん。楽しいから。クククク。持っていなかったらテリーの店で買ったらいい。今ちょうどスカイロフト付近を飛んでいるんじゃないかな。テリーってそういえば、なんか、あの、モヒカンの子からも聞いたな。これちょっとむずくない？どうやってやるんだろう。乗れるか？いけるかな？ほっ！まあ、ダメだ。ダッシュじゃダメか。ほら！ああ、ダメだ。ダッシュできない。あ、そうだ。室内ダッシュできないんだ。だとしたら、どっかから衝撃を与えるみたいなことか。ほら！あ、揺れる揺れる。これならできる。あとちょっとで。ええ。いや、かけらが欲しいだけなんだ、俺は。よし、来た。あー、ごめん。迷惑かけたな。でも俺、かけらが欲しかっただけだから。こら、ちょっとこっち降りてこんかい。やべ、なんか怒らせたか。え、でも仕方ないよな。かけらあるんだもん。許せ。よし。あと一個で上がる。なんすか。俺別に悪いと思ってませんから。おん、そんなとこ座ってねえでやることあるんじゃねえのか。謝罪ってか。俺反省は一応してないよ。言っとくけど、こんなこと言いたくないけど俺反省してないよ。待って、こいつじゃねえ、おじさんって。びっくりしたの、寿命が縮まったわ。それでお前は信じてくれるのか、スカイロフトの怪物の話を。やっぱこの人だ。あれは怪物というより悪魔じゃ。あの姿を見たもので生きて帰った者はおらん。なぬ、あなたは見たんじゃないのかじゃと。はい。まあ見たが、それはわしがすごくかっこよく間一髪で逃げさせたからじゃ。普通の人間じゃったらイチコロじゃ。そんなことよりその怪物を見たんじゃ。わしは墓場には大きな木があるのじゃが、わしは真夜中にその近くを歩いておると、奴はその木の近くにある墓石に衝撃を与えた。するとその墓が光ったのじゃ。その後にその墓石を押すと、納屋の戸が勝手に動いたのじゃ。そして怪物は中に入っていきよった。怪物にしてはやけに丁寧に戸を閉めてな。本当に恐ろしかったんじゃぞ。お前も絶対に真夜中の墓場には近づかんことじゃ。真夜中の墓場に、の近くで、なんかに衝撃を与えると、どっかが開くみたいなシステムってことか。オッケーオッケー。だが、なんてことしてくれたんだ。オーラッチが大切にしておいたオーダーメイドのシャンデリアが台無しじゃねえか。だってかけらあったんだもん。壊れたシャンデリアの代金を全額返すまでただ働きしてもらうからな。あ、
でも俺がやりたかったバイトこれだわ。どうだ、覚悟はできてんだろうな。もちろんです、任せてください。ふう、よく言った、その言葉信じるぜ。じゃあ早速だが、オラッチの作ったスープをスカイロフトの騎士長のとこまで届けてくれ。今すか、今すか。騎士長はうちの常連でな、毎日うちのスープを飲まねえと一日が始まらないって言ってもらってんだ。どうだ、一応騎士長のところまでスープ運んでみるか。やろう。よっしゃ、かぼちゃスープホットだ。これを騎士長のところまで届けてくれ。5分5分で騎士長のとこ届けろってことか。いいか坊主、騎士長は冷めたスープは嫌いなんだ。この熱々スープをできるだけ早く。そうだな、5分以内に届けるんだぞ。そうしないと冷えちまうからな。電子レンジで温めればいいじゃん。なんでそんなめんどいこと。でも5分で、騎士長の場所ってわかるかな。騎士長の場所がわからないんですけど。あ、わかった。でも俺騎士長わかるかも。とりあえず俺ここだった気がするんだよな。違うかな、騎士長じゃなかったかも。俺の記憶ってね、曖昧な部分が非常に多いから。こんばんは。あ、リンク、ちゃんと剣の練習をあげんでいるか。ん、お、それは私の大好物のかぼちゃスープではないか。バーのマスターに届けてくれるように頼んでおいたのだが、お前がわざわざ持ってきてくれたのか。あ、やっぱこの人だよね。おお、そうか、早く早くこちらに残せ。どうぞ。え、合ってるよな、この人で。めちゃくちゃ飲んでる。うん、うまい。やはりかぼちゃスープは熱々に変える。よくやったぞ、バーのマスターにもよく礼を言っておいてくれ。はい、よかったよかった。よし、これでことのついでに墓場嵐行こう。確かだけど真夜中にしないと出てこないって言ってたから、一旦時間帯を変えるのかも、もしかしたら。はい、ってことでやってきました、墓。まず墓に衝撃を与えるみたいに言ってたよね。これは多分ね、俺は体当たりでいいとは思うんだけど。やべ、落ちる落ちる落ちる。スライムが非常にうざい。でも墓に体当たりできなくね？できるかな？よいしょ。華麗に滑っちゃうんだけど。いやいや、痛い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 。あ、できた。これを一個ずつやっていくんだな。はい。あ、光った。待って、光ったよ、これ。こうか。この先にクーコちゃんがいるのかな。それと化け物みたいの見て。不意打ちすぎる。もうなんかワクワクするな、この未知の世界への入り口見て。ほんとだ、なんか、え、なに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 、絶対子供の声だ。クーコちゃんこの先にいるに違いない。おっとっと、マジか。おいおいおい、これ戦うことになりそうだな。マジかよ。でもなんか弱そうだぞ。来い、かかってこい。まずスカイボード当てる。おれ！どうする？ん？ちょっと待って、ロックオンできねえな。クーコちゃんいるわ。こんばんは。あれ、お兄ちゃんどうしたの？そんな怖い顔して。なんかあったの？え？なんだなんだ？こいつ話しかけられる？もしかして。どうすりゃいいの？俺は。おい、やるぞ。ちょっと待ってください。私、こう見えても怪しいものじゃないんですよ。まさか、見かけ倒しか？お前。いえね、私このスカイロフトに住む魔物の一人、モルセゴと申す者です。魔物だからといって人を襲ったりなんてもちろんしないですよ。この子だけは私を怖がらないので、よく一緒に遊ぶようになってつい嬉しくて、私本当はこの町の皆さんとお友達になりたいんですよ。でもこんななりしているもんだから、皆さん怖がって寄りついてくれないんです。私は人間の皆さんと仲良くなりたい。だけどこの姿じゃみんな驚いて逃げていくんです。あ、そうだ、我々マノマネに伝わる話があって、人間を喜ばせると感謝の気持ちというのを手に入れることができるらしいんです。その感謝の気持ちがたくさん集まった状態を見ると、魔物も人間になれるらしいんですよ。
私人間になりたいんです。そういえばお兄さんかなり心の広いお人と見た。どうですかね、ここは一つ感謝の気持ち集めて私に見せてもらえませんか。いいけど、どうやって集めるんだ。本当ですか。感謝の気持ちは人の悩みを解決すると手に入れられるって聞いたことがあります。またこのスカイロフトや空のどこか人がいる場所には感謝が溢れ出していることもあります。心の澄んだあなたには感謝の気持ちが見えるようにしておきました。そんなことできんだ、自分でやったら。じゃあただし落ちている気持ちは夜にしか見ることができませんので夜にお探しください。もちろんお礼はさせていただきます。ぜひよろしくお願いします。何、感謝の気持ちって拾えんの。あの子は明日の朝きっとお家にお届けしますので、ご両親にはよろしく言っておいてください。それよりも感謝の気持ち集めお願いします。まずは5個持ってきてください。人に親切なことをしたら一度にたくさん手に入れられますから。なんか嫌だなこいつ、なんか嫌だよお嬢さんこいつ。このおじちゃん悪い人じゃないのよ。クーコが影から落ちそうになっていたとこを助けてくれたの。夜の外は危ないっておじちゃんが教えてくれたから、朝になったら帰るってママには言っておいて。いやでも家に連れてきちゃダメなんじゃないの。わからんけど、まあ朝にするか。じゃあはい、ということでね、クーコちゃんを無事助けたとは思うんですけど、その後母からねお礼の何もないんで、ちょっと家までわざわざ赴いて俺の言葉を頂戴しに行きたいと思います。おい、ちょ礼儀がなってねえんじゃねえのか母親よ。おい、おめえに言ってんだよ。あら、リンクさん、あなたのおかげでクーコちゃんが無事に帰ってきました。なんとお礼を申し上げていいやら。おかげで私も元気を取り戻すことができたわ。本当にありがとうございました。ああ、感謝の気持ちはくれたわ。あ、クーコ手に入れた。あ、これでモルセゴさんにもう俺いけんじゃない。まあ、正直モルセゴは後ででいいか。ちょ、もうお母さんに無断で出てったりすんなよ。はい、じゃないよお前。あ、リンクお兄ちゃんだ。こないだのおじちゃんいろんな人の感謝を集めるんだって。感謝って集めるものなのかな。それを俺に集めさせようとしてるけどな。じゃあ今度はパンプキンバー行って、岸長さんに届けたよっていう報告を店主の人にしてこよう。なんだよ。ああ、一体どこに行ったんだ、バロー。おい、俺一つ解決したと思ったらまた悩みか。なんだバロー。ああ、心配だ心配だ。すごいな。かまってちゃんじゃん。ああ、リンク話を聞いてくれるのか、すまんな。でもそういう風にけしかけたじゃん。実は少し前にロフトバードで空へ出かけた妹がまだ帰ってこないんだ。空の散歩にしては遅すぎると思ってあちこち探してるんだが、やっぱり姿が見えなくてな。まさか妹の身に何かが。そう思うと心配で心配で。なあリンク、よかったらお前を探してみてくれないか。最近できたルーレットのような島が気になるって言ってたから南西の空の方に行ったと思うんだ。頼んだぞリンク。パンプキンバーの後で。いや行くか、仕方ねえな。ルーレットすぎるな。人生ゲームみたいな、娯楽施設みたいな、こんな島あっていいのか。なんだこれ。おい、降り立ちます。ちょっと待って、でも妹っぽい人はいないぞ。やばいやつしかいないんだけど。え、これ妹か。いやいや、だとしたらもう兄弟似てなさすぎるよ。やばい、絶対違えな。私がここで何言ってるか気になってるかな。気にならないけど聞いとくか。よく付けてくれました。私この島を使ってみんながハッピーになれる遊び場所を作るんです。遊び場所の名前名付けてルーレット。今準備中だからもうちょっとしたらまた来てほしいね。きっと面白いこと受け合いね。え、妹はどこ行ったってね。え、妹は。こうなり妹の所在が不明すぎる。お前やっただろおいピエロ。あ、待って。ルーレットの近く行ったらさ、ヤンバルクイナいるんだけど。てか、妹ってヤンバルクイナのことか。わお、あ、
あ、リンクじゃない。助かったわ。実はね、空を散歩中に鳥が怪我しちゃって飛べなくなっちゃったの。なんとかここに不時着したんだけど、帰れに帰れなくて途方に暮れていたのよ。とにかくこの子の怪我を治さないことに帰れないんだけど、そのためには薬が必要なの。もちろん人間の薬じゃなくて鳥用の薬ね。ねえリンク、人助けだと思って鳥の薬を持ってきてくれないかな。俺ヤンバルクイナス結構好きだからいいよ。命の恩人ね。鳥の薬は私の兄が持ってるわ。だから兄のところに行って。うわー、また行くのか。いや、きっと私のこと心配してるから、スカイロフトの広場のあたりで私の帰りを待ってるはず。え、もうあった？そっか、それなら話が早いわね。私はここでこの子と一緒にあなたを持ってるわ。頼りにしてるからね。それじゃよろしく。めんどくせえ。お兄さん、妹さん見つけましたよ。薬ください。何？妹に会ったって？鳥が怪我をして飛べない？なんてこった。ならすぐにこいつを持ってってやってくれ。キノコの胞子だ。こいつは鳥の怪我によく効く。って持ち物いっぱいかよ。ポーチの中に空きを作ってもう一度来てくれ。マジかよ。よし、これで。よし、手に入れたぞ。こいつを使えばすぐに良くなる。そしたら自力で戻ってこれるはずだ。妹に届けてやってくれ。いらなくなった空き瓶はお前にやるからさ。空き瓶もいらんな。空き瓶3つ目だよ。あ、キノコの胞子。これで飛べる？クイナ。あ、キノコの胞子、よかった。薬を持ってきてくれたのね。渡さないってこと絶対ないから。ありがとう。これでこの子の怪我を治せるわ。さあ、これですぐに元気になるからね。いや、リンク来なかったらずっとこのままってことだよな。うん、いいな、この女。一時はもうダメかと思ったけれど、本当に助かったわ。あなたは私とこの子の命の恩人ね。ありがとう。おっと、もらったね。よし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 。なるほどね。これをやってどんどん集めて、結構すぐ集まるな。じゃあ私たち行くね。また街で会いましょう。この子も好きだな。好きだな。シャンデリア割ってしまったけど、むしろ届けてやったのは俺だからな。おお、無事スープを貴重なところに運びたみたいだな。そんじゃバイト代はシャンデリアの代金としていただいとくぜ。え？なんてこ、ただしこれで終わりじゃないぜ。次の頼み事を考えてる最中だ。何をしてもらうかもう少し考えるから、しばらくしたらまた来てくれ。ふざけたジジイだぜこいつ。